こんにちは、そのまんです。めぐみです。はい、めぐみさんと第2弾ということで、食事編。やっぱそのまんさんつったら食わないといけない。そうですね、ちょっといいもん見つけたんで、めぐみさん紹介してください。今日、本日ご紹介するアイテムはこちらです。でねーワニ肉、本物のワニ肉っすよ。いや食べたことない。意外と細いんですね、この手という。手ですよね、これ本物の。握手しときますか。握手しときます。何この感覚。ワニや。食べてください。じゃあそもそもいいですか、先に。鶏肉みたいですね、見た目。そうですね、この手以外は。こんなにワニの手ってプニプニしてるんですね、コラーゲンみたいな。肉球たまらないですね。うわー、ちょっと行ってみます、はい、いただきます。あ、美味しそう。あ、美味しそうだな。あ、親鳥みたいな。親鳥、ちょっとあの歯ごたえがあって硬い。そこも言っていいですか。いや、独特。若干ワニの臭みが。あ、でも鳥っすね。うんうんうん、鳥だな。うん、あ、これ全然いけるじゃない。いけますね。泥臭さとか全然ない、うん、ないないない。ワニ食べてる。両生類って感じしないですね、うん、確かに動物って感じですね、うん、動物の肉食ってるぞみたいな、うん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 、何、どうしたの。なんか変なとこ食ったんですか。ワニの手を持ちながら食べてるっていうのが。ブラジルがテーマパークだから、ブラジルではこういうの当たり前なのかもしれない、うん、ねえ、聞いたことないですけど。うん、うまいな。うまい、普通にうまい。多少気になってんのは、うん、このワニの手が冷たいっていう、うん、ここあったかいのになんでワニのだけ冷たいんだ。だから最初ここ持った時ちょっと不安だったんですよ。ワニの手も食えるらしいですよ。この下向いて、その下も食えるってさっき店員さん言ってたんで。お前ですか、言ってました。言ってた。飲ますか。じゃあちょっと剥きますか。ちょっと行ってみてください。あ、結構ちゃんと取れるんだ。あ、本当だ。へえ。これダメな人はダメですよね、でも。でも全部取っちゃったら分かんないんじゃない。分かんないですか。変わった味のチキンかなっていう。うわぁ。あらあらあら。あら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 。ちょっと食べてみますね、はい、ここ。手の皮を剥いた部分。あ、しっかり肉がついてる。なんすか、油の部分。あ、でもしっかり剥けるな。剥けますね、うん、しっかり剥けるな、これ。あ、しっかり剥けるな、これ。そこの氷に乗くない。あら、しっかり剥けるな。なんか人間のゾンビ化した手みたいな感じに。すごっ。ちょっといただきます。コラーゲン。あ、わざわざ剥いて食うとこじゃねえな。ダダダダ。まあでも貴重なタンパク源だと思うんで、はい、そういうね、ワニ食べないといけないとこまで来たら食うでしょ。そうですね、全然いきますね。全然いける。もうじゃあ行っちゃっていいですか。どうぞ。アマゾンで迷って、うん、食料がなくなったら、うん、ワニを食え。